れはですね、父の仕事の関係で、イギリスのロンドンで生まれました。でもう2歳ぐらいの頃に、日本に、来て、そこからは、住所でいうと横浜市なんですけど、住んでます。美術と音楽と舞台芸術の3つの分野を、渡り歩きながら活動してて、自分の身体とか、声を使って、表現してる。展覧会で、展示するような作品を制作して発表することもあります。瀬戸内国際芸術祭に、参加を、誘われたといいますか、沢良宜乃井さんという美術評論家の方がいて、その方が僕を、大島に、推薦してくださったことがきっかけなんですね。自分が、アーティストとして、大島で何をすべきなんだろうってことは、最初結構悩んだんですよ。大島の歴史、あるいはハンセン病の歴史というものの接点を見つけられないでいた時に、たまたま正石モーっていう名前をですね、ハンセン病文学全集の中に見つけたんですね。で、正石モーのモーはモンゴルのモーなんですけれども、僕自身、孔明をマトゥバ共和国で、学んだんですけど、なんかそのモーっていう名前に惹かれたんですね。なんでこんな名前なんだろうと思って、そしてその正石さんの作品の中に描かれているモンゴルの風景っていうのが、まさに僕が歌を学んだ風景そのものだったんですよね。療養所にね、通いながらもこう自分がそこで何をすべきかってことをずっと探し続けながら、正石さんの作品を通してなぜかモンゴルでそこに生きた正石さんっていうハンセン病の、回復者の方の、縁ができて、押しても引いても開かない扉が正石さんの作品と出会ったことによってスッと開いて、そして療養所の中にこう入れたみたいな。長島も大島も島ではあるんですけど、長島には今は橋がかかっていて、車でね、行き来できるわけですけど、人間回復の橋って呼ばれていますよね。奥長島大橋が正式名称ですけど、長島の人たちにとっては、本当に重要な橋だったと思うんです。橋がかかった時の、喜びといいますか、差別の境界線がそこで、越えられたというような、意味はものすごく大きくあると思うんですね。海っていうのは差別の境界線といいますか、そこから逃げられないように入所者の方たちを閉じ込めてきた、ものでもあるので、ここ長島でもそういう話はあると思うんですけど、療養所から、逃走しようとして、海を泳いで向こう岸を目指した人たちが、かつて、たくさんいらっしゃって、で瀬戸内海って穏やかなようでいて結構潮の流れが速かったりして、で、たくさん溺れて亡くなってるそうなんですね。ですから、途中で途絶えてしまった大島から四国本土へ向けて、引かれた線を逆に僕が四国の方からつなぎ直すみたいな、そんな気持ちもあって、車で渡れる橋ではないですけれども、
まあ、四国本土と大島をつなぐみたいな、それをまあ作品として、まあ、作品で表現したっていうのが海峡の歌っていう作品になります。海に明け海に暮れよく我が窓に秋深まりて島近く見る読む我が見飽きたら風景も遠くちし気に留めるとき踏むやつも若き日に脱走の船こぎしてを隊員の共に打ち振るどうや。僕らはもちろん僕自身も、まあ、隔離されてきた立場にないわけですよね。で、まあ、外から訪れる方は当然そういう立場にはなくて、ある意味で自由な立場と言えるのかもしれないけれども、で、まあ、本当にじゃあ僕ら自由なのかっていう問題であるとか、まあ、もっとこう身体に関しての話で言うならば、僕の手にはね、指が5本ありますよね。で、まあ、腕が2本あったり、でいわゆる障害があったりもしない。でも逆に言うと、まあ、指が5本しかない、いや例えば指が6本あったり腕が4本あったら、例えばどんな演奏ができるんだろうかとか考えるわけですよ。なんか僕の演奏ってどこか身体のこのなんていうの、有限性をこう拡張していくようなところがあって、で有限性の中から何を生み出せるのかとか、ディサビリティの中から、まあ、アビリティが生まれるっていう、そういうことに興味があって、で例えば長島だったら、まあ、青い鳥楽団、まあ、盲人の方たちが、まあ、不自由な手でハーモニカを取り、でそれも演奏しやすいようにね、工夫して、で展示の楽譜を下で読みながら、もうすごい音楽を奏でたわけですよね。でそうやってなんかおそらくここに生きてきた人たちというのは、まあ、誰よりもそういった有限性の中で戦ってきた人たちなんだと思うんですね。でその戦いの中から生まれた音楽であるとか、まあ、絵画でもいいですし、いろんな作品だから、それに触れることによってなんか自分の原点に戻れるというか、まあ、勇気をもらえるというか、いろんなことを教えられるというか、そういう感じがするんですよね。で芸術にもそういう、まあ、歴史があるように、ハンセン病にもハンセン病の歴史があって、で療養所に通いながら、まあ、歴史を勉強してるんだと思うんですよね。療養所に通っていろんなことに触れることは楽しいと同時にすごく重要な使命を負っているような気がしてますね。それがどういう形になるか分かりませんけどね。Yeah.
うん。